10月14日、秋区畑賀町の中須賀神社で、毎年恒例の秋の例大祭が執り行われ、地元の参拝客でにぎわいました。この例大祭は、五穀豊穣や畑賀町の安寧などを祈り、古くから行われている伝統の行事です。この日は神社の氏子や町内会の役員などおよそ100人が出席しました。最初に地元の本州寺で活動する太鼓のメンバーによる演奏が披露され、祭りのオープニングを華々しく飾りました。中須賀神社の境内からは古墳時代の貝塚が発見されていて、この頃から住民が生活をしていたとされています。また町内を細分化した際には一番最初の番地がつけられるなど、由緒ある場所として崇められています。この祭りに合わせて中須賀神社では、赤ちゃんの誕生と健やかな成長を願ってお宮参りが行われています。7組の家族がお祓いを受けて、家族の一員が増えた喜びと、これから共に生きていく気持ちを新たにしていました。とても賑やかな感じでね、はい、無事終わってよかったです、はい、お子様の成長楽しみですけれども、その辺はいかがでしょうか。そうですね、よく最近よく動くのが楽しいですけど、はい、楽しみですね。午後2時、朝から町内を練り歩いていた神輿が神社の境内に帰ってきました。今年は担ぎ手が少なく、去年3体だった神輿が1体だけになりましたが、それでも祭りを活気づけようと威勢よく声をかけながら神輿を担ぎました。体が億劫で、でも楽しいですね。コミュニケーション取るいう意味でね、若い人も寄ってくるし、で年寄りの方からいろんなことを習ったりなんかすることができるんでね、触れ合いができるからいいことじゃないかと思うがね、続けていきたい思うね、やっぱね。祭りの締めくくりは、神社に奉納されていた神輿を氏子連中が外に出し、町内を練り歩いた神輿とともに参道を歩きました。そして家内安全、無病息災を祈る神事が執り行われ、無事祭りを締めくくることができました。こういうお祭りすることによって地域の方もつながりというか、それができてくると思うんで、ぜひどんどん続けていきたいと思います。